伊達花本、農絵館より、倉間天狗、倉間天狗は、農の演目の一つ。五番目もの、天狗物太鼓物に分類される。牛若丸伝承に題を取った曲で、大天狗と牛若丸との間の少年愛的な、ほのかな愛情を、華やかな禅場と、山中での標法相伝を行う五馬の対比の中に、描く。 宮蔵とするが、宮蔵についてはその実像が、はっきりとは分かっておらず、不明な点も多い。自家伝承は、ゼアミ作と記すが、考えにくい。春の倉間山、僧が、大勢の地語を連れて、花見にやってくるが、その席に怪しい山伏が上がり込んでくる。山伏の不作法な振る舞いに、僧は憤慨する能力をなだめつつも、花見は延期として、 死後たちと共に去ってしまう。山伏は人々の心の狭さを嘆くが、しかし死後の一人である牛若丸だけはその場に残っており、山伏と親しく語り合う。牛若丸の境遇に同情した山伏は共に桜の名所を巡り回り、最後に自身が倉間山の大天狗であることを明かして姿を消す。翌日、約束通り、鉢巻き、 なぎなたを携えて、牛若丸が待ち受けていると、各地の天狗たちを引き連れた大天狗が登場する。牛若丸の自分を思う心のいじらしさに感じ、入った大天狗は、功績功と長領の逸話を語り聞かせた後、兵法の奥義を牛若丸に送電する。袖を取って、別れを惜しむ牛若丸に、戦場での守護を約束して、大天狗は去る。 源義経の幼少期を題材とした脳であるが、他の同種の脳と同様、義経期からの影響は、ほとんど見られない。一方で仏曲、おとぎ造史、説教説、古城瑠璃とは密接な関係があり、おそらくは脳を含めこれらの作品が共通して、題材とした、牛若の物語というべきものがルフしていたものと考えられる。 クラマテンはそうした物語の影響下に作られたものだが、一方、花見という場の設定、また大天狗と牛若丸の少年愛的な向上は作者による独創であろう。地語が多数出る、華やかな前場に阻害された山伏と牛若丸の寂しさを描きつつ、逆に闇夜の山中に豪快な大天狗を登場させ、背景の民と、案。 内容の案と名を対照的に配置した作風が特徴的である。また、天狗という下道の魔物を強気をくじ清弱きを助ける役として好意的に描いた点にも独創性があり、吉本作者注文が宮蔵作とする作品では最も優れた能の一つと目される。室町期の演能記録としては1465年。 将軍院さんの際に演じられたことが、親元日記に見られ、前年のただし河原のでの肝心能でも音網によって、演じられたとする記録があるが、不明。平易な、親しみやすさから広く知られるようになったと見られ、肝銀集に、その一節が取られるほか、三重県東旧島ヶ原村の雨乞い踊り、源氏踊り、道正里の雨乞い踊り歌、源氏踊り、また、佐賀県。 宮野の小希律、牛若丸などの民間芸能にこの曲からの影響が見られる。また登場時間も短く特に所作もない牛若丸以外の小方は農役者の子息の初舞台としてしばしば演じられる少女に五流共通の白刀、関税流の白式、訴訟、素働け、宝章流の白刀別衆、泉流の体制が存在する。 白刀では後辞手が白刀をつけ、全体的に緩急のある演出となる。別、州では、常の形では、名前だけが出る、大天狗配下の天狗たち数人が実際に舞台に出る。白刀別ならは、地語戦とも呼ばれ、高下5年の肝心能では全場で、小型9人が、舞台に並んだ。ありがとうございます。